ときな、だったら化け物語になるじゃん。やめなくてよかった。オッケーオッケーオッケー、まだまだこれから。まいちゃん、てか持ちコインなくなりました。そうだけど打ちたかったのこれだから、これ打つ。それじゃあいきますよ。今5本負けてますんで50本ぐらい勝ってやめます。やっぱ楽しい、やっぱ楽しい花火。決して楽しいだけで今この台選んだわけじゃないですからね。たまたまバーに傾かなかっただけで、ビッグの方が普通だと思ったら結構いい台だと思うんですよ。まあそんなことあんまりないんですけど、今日は特別あると思います。なんでこれ揃うの？これめっちゃ僕のオカルトですけど、この斜めボール揃った時は結構ハマるっていう僕のオカルトあるんですけど、けど今日はそれなかったことにしますんで、カロリー的な感じで頑張ります。なんで来る？これね、うわめっちゃ損した気分。ありがとうございます。入ったー、まず1回目。多分これはバーじゃないと思うんですよね、僕経験上。僕7だと思うんですよ。だからドンちゃんから狙わず7からいきますね。ほら来ました、7大当たり。やった、大当たり。バーバー先見だね。集めるところを取らないでください。思いのほか嬉しすぎて巻くときにほぐしてなかったから湿ってて全然ボトって感じでしたけど、じゃあいきますよ。こっから大逆襲始まりますから。あ、間違った。あ、まあまあまあありますから、ありますから。あれ、いやいやいや、大丈夫大丈夫。やばいやばい、テンションちょっとおかしくなってるわ完全に。お、まずは1回目斜めベル、斜めベルじゃない、1回目の斜め風鈴。お、早くも2回目。で斜め1回のワンビッグで斜め風鈴は3回ってことで、まあ3回以下だったらちょっと考えないといけないけど、3回だからまあ続行ですね。ちょっといつもと違ってテンション上がってるからこれ見せないので気をつけます。え、早くも危なっ。あ、まあまあ
普通には普通できるですよ。おわ、ここでね当たってくれたらまたビッグ来るとね音が変わるからいいんですけど、まだフラッシュが一回もない。フラッシュ来い、フラッシュ全然一回もフラッシュないとかないじゃん。はい、まあ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 、今回100ゲーム以内に当てないとね。とりあえず今9本使ってるので2回ビッグ当てないといけない感じですね。いや、そんな元取ろうとかじゃないよ。違う違う違う、勝利の方程式だから今から、まあまあだけど何回か当てますわ。とりあえずなんでこんなにプレッシャーかかるんだろう。バー取れたけど、これバーだと思うんですよね。けどこれがずれたってことはバーじゃないかもね。いや、ま、バーじゃない、バーじゃない。いや、明らかに怖いからちょっとそこのちょっと遅くやっちゃった。お、来ました、2回目、にぎにぎ。じゃあいくよ、いきますよ、見といてね。もう、いや、止めれて驚いちゃいけないですよね。普段止めてますからね、きちんと。さっきがビッグ中に3回のラメベルだったんで、今回も3回以上欲しいな。今回ゼロ、斜め風鈴ゼロ。まあまあまあ確率の問題ですからね。たまたま今の悪かっただけだと思います。またこっち側からだよ。もうもうなんなん。おお、いや、なんなん、名前ちょっと、もうなんなんよ今の。いやいや、待ってよ待ってよ、喜ばせてよ。しかもバーだし、あるんですねこんなこと。ビッグだったらわーってなるんだけど、ただ踊れただけ。だけどよしとしましょう。あ、いや、あれ、いや、できるんですよ3連ドンちゃん。ほら、とりあえず今のこれでプラスにはなりましたね。残ってたのが100枚以上残ってましたんで、500枚、550枚ぐらいじゃないですか。ってことは9本使ってるから今プラスになってます。まだまだ続きますから。
オッケー。今のねスペシャル音でしたからね、多分これ僕7だと思うんですよ。7が来てほしい。いやすげえ、嬉しい。さっきまでの2回のビッグで斜めベルが3回と0回だったので、結構今回が重要だと思います。まあ真面目なこと言ってますけど、単純に嬉しいだけです。頼むよ。あれけど、また斜め氷が、斜め氷じゃない、また斜めベルが0回だった。今3回ビッグ来て斜めベルが3回0回0回だから、低設定のたまたま吹いただけですかね。まあまだまだ調子いいんでいきますよ。お、初めてフラッシュ。逆行するの嫌なんですよね。まあ、入りました。ごちそうさまでーす。これもね、さっきから7が多いんですけど、7だと思うんですよ。だから7からいっちゃいますね。ね、ほら、どうですか？7するならいつなんですか？今でしょ。揃いましたよ。フラッシュがない。フラッシュ、ちょうどフラッシュ。ドキドキさせて。乗ってなかった。ビッグに偏ってるから、もしかするとやっぱこういう台って一日中そのまま勝てる可能性があるから、狙い目っちゃ狙い目かもしれない。入りました。バーかな、これバーだと思うんで、ドンちゃんから狙いますね。まあ、いい感じで来てますからね。
音がね上がってくるのも楽しいですね。ちょっとした気分転換にもなるし、うん、けどやっぱビッグがいいです。ビッグが欲しい。はい、当たってましたね。やっぱ入ってましたね。バーですね。連続お化け、ある意味化け物語。いや、大丈夫。やっと息かかってきたのに残り時間があんまりないので今から分回そうと思います。頑張ります。けど初め言ってた通り、だんだん化けの修復もだん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 追いかけてきてるんで、いい台になってきてる感じがするんですよね。もう1ビッグ2ビッグ欲しいね。いや今のだったらどっちだろうってなりますよね。あとビッグ3連欲しい。3連はい、終了。今やっとエンジンかかってきたのに、うん、というわけで終了です。もうちょっと打ちたかった。結果はエンディングで、この後すぐ結果発表。450枚、そして最終獲得メダル数が937枚ということで、クロゼンの勝利。イエーイ、勝ちました。まだまだね、あのあともうちょっと続きそうだったので、最後の方もうちょっと分回せばよかったなと思いました。打ってみた感想で言うと、初めに抽選であんまり良くなかったじゃないですか。良くなかったんですけど、だからこそそこから見据えていろんな台をゆっくり見たんですよね。その中で化け物語が初めいいなと思って打ってみたんですけど、多分あの台良かったんです。良かったんですけど、ダラ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 で一山が来なかったから、もう時間考えるとやっぱ違う台打った方がいいのかなと思ってジャグラーに移って、でジャグレーならずで、で見切ってやっぱ打ちたい花火やっぱ初めから打ちたかったんですよ結構。なのでやっぱ花火に移って大正解だったと思います。その花火もね、選び方もきちんとビッグの方に傾いてるからバーもついてくるんじゃないかなと思って打ってみたら、その通りで後からだんだんバーもついてきましたので、あれはクロちゃんならではの勝利の方程式でした。皆さん分かりましたか。なるべく自分の好きな台を打ってください。ということで、じゃじゃーん、勝利の方程式見てください。クロちゃんウィン、ウィナーですね。ほら見てくださいよ。はい、負けました、負けました、負けました。初勝利でございます。ライターさん、しっかりしてください。本当に変な緊張感もらいましたから。勝った今だからちょっと偉そうに言ってますけど、途中どうしようかって本気で思いましたからね。いやけどね、やっぱ楽しいね本当に。スロットってやっぱ楽しさをね伝えるためにやりましたけど、見ました、見て分かりました、楽しさ分かりました。あのね、すごいやっぱね、ダメですね。もう自分の中で、あーなんか調子いいなと思ったらテンション変わっちゃいましたからね。いやけどね、乗って打たないと面白くない。というわけでクロちゃんの次はしんのすけさんです。この人もね、うさんくさいからね、この人も負けると思うんですよね。けど勝利の方程式って言うんで絶対勝ってくださいね。というわけで初勝利のクロちゃんでした。大勝利ー。